世田谷区で今年に入り特殊詐欺の被害が急増しています。区は緊急事態宣言を出し警視庁との連携強化を進めます。被害件数が激増ということで、区としてもですねあのぜひあの警察四出長さんと連携して非常事態宣言をですねあのしていきたいと思っています。 大阪区長は緊急会合で緊急事態宣言を出し区内の警察署とこれまで以上に被害の特性などの情報共有を行い詐欺撲滅に向けて協力していくことに合意しましたオレオレ詐欺などの特殊詐欺被害が23区で6年連続ワースト1位の世田谷区今年は1件でおよそ1億1000万円を奪われたのを最高に 5月末までにおよそ3億8900万円の被害が出ています。世田谷区によりますと、去年は216件の被害がありました。今年はすでに125件の被害が出ていて、これは去年の同じ時期の1.9倍のペースです。区は今後も増え続けることを懸念しています。 増え方が尋常じゃないですよね、このどんどん増えているという、つまり今も多分電話かかり続けている状態なので、ちょっとレベルをかなり上げないと、この防止までいかないなという認識に至りました。保阪区長は、通話を録音できる電話機を設置して、犯人と話さないことが一番有効だとして、高齢者に普及を促すほか、 本格的な対策に向けた予算を緊急に確保していきたいとしています。